さあやっていきましょう。もうね1分から2分くらいの動画でもね、もうなんか連続撮りしてると結構疲れるしね、ネタが切れてくる、助けて。ということでキャプテンアメリカやっていきましょう。マーベルからですね。でマーベル作品ってね、ぶっちゃけねスパイダーマンとかでもすら見たことがないから、彼が一体どんななのかっていうのよくわかんないですよね。とにかく怪しい仮面かぶって、でなんだっけ、 このキャラはマントしてて、であとあのでっけえ盾、でっけえ盾で敵を押し返すみたいなことをしてた気がするんですよね。でなんかジグザグにツムを消しててくれるらしいですね。さっきデイジーが出てきて追いかけてみたけれども追いつかなかったドナルドちゃんもいたりしますよね。へい、ジグザグジグザグ、なんか逆 Z みたいな感じの消し方しましたね。結構かっこいいな。これあれだね、一列ずつ消してってるけど、こうスキル育ててって消す範囲広がってったらかなり消してくれそうなツムっていう期待が持てそうですね。よいしょ、消そう消そう、あっ消えない消えない、消えた消えた。ということでもう一回縦振り、シュンシュンシュン、あー20個、あー優秀優秀。このマーベル系のツムっていうのはあれだっけ、期間限定でしたっけ、期間限定だから、ほいもう一回いきましょう、よしシュンシュンシュンドン。はい、ということで、どんどんやっていきましょう。あーちょ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 、あー嘘、フランダーに押されて左の方でぐるぐる回ってた。ということで、なんだっけ、メーターだっけ、メーターも消しちゃいましょう。おー25個、いいね。 SS サイズでこんだけ消せるって言ったらなかなか優秀だと思うんですけどね。どうですかね。ほい、あ、でっけでっけでっけアメリカが出てきた、でっけアメリカが出てきたって変な。キャプテンアメリカのそのアメリカ の名前がついた由来って何なんですかね。他の人たちはじゃあどこの国の人たちって言ってるんですか。ピーター・パーカーとかね。結局僕はスパイダーマンくらいしかわからないんで、ね、あーなんかベノムとかいましたよね。だからベノムってどう見てもこうバイオハザードに出てくるね、リッカーな気がしちゃってね、シャーってね。で、まあ目は見えてるんでしょうけどね、そんな感じで。あともう一回くらいね、やりたいけどたまらない。ああいける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 、ビリッフイ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 ッ、チョキン、シュンシュンシュンで消せたらもう一回いけなかったですね。はい、キャプテンアメリカは逆 Z 型で消していくというそんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。そんな感じですね。